皆さんこんにちは。パワポケ5の裏サクセスの解説動画にようこそ。昔の世界観って感じがしますねー。それではどうぞ。はぁ、デートに行くつもりだったのにいつの間にこんな場所に来てしまったんや。しかも、なんだか昔の時代に来てしまったような気がするんやけど。あら、巫女さんがこの村に何の用ですか？あの、道に迷ってしまって、デートに行く道を教えていただければありがたいんやけど。デート、それは一体どの里のことですか？は、里？いやいや、デートって言ったら町とかたくさんある場所で。ああ、城下町のことですね。それならあっちの方向ですよ。どうやら本格的に道に迷っちゃったみたいやな。はあ、ちょっと疲れたし休憩していくで。そうですか。もしよかったら暇つぶしのお話をさせていただけますか？ええの、ならお願いします。それでは、裏サクセスの忍者戦国編忍者のついて説明させていただきます。本作の裏サクセスはシミュレーションゲーム仕立てのサクセスモードで、今回もパワポケ4同様、野球人形を作ってお金で能力アップしていく方式ですね。前作と同様に、本家パワプロに登場した選手をサクセス選手として登録することができる。今作から裏サクセスの主人公が違う衣装で登場するようになりましたね。確か、パワポケ4までは普通の表の流用やったよな。今回はゲーム開始時に特徴の異なる3つの里があり、選んだりによって仲間になるキャラやストーリーなどが変化するようになっており、裏サクセスで異なるシナリオが選べる最初の作品である。クリア条件は120日目までに本拠地の城を落とされずに3つの玉を集めることですね。それではあらすじについて説明させていただきますね。まだ日本が色々な国に分かれていた時代。その中のある国のお姫様が野球をする人形、野球人形とやらが見てみたい、と言い出した。困った大名は人形を手に入れるため忍者を使うことを決め、忍者の国である風田の国に依頼書を携えた3人組の使いを出した。しかし道すがら、3人は些細なこと、道端に落ちていた錦パンの分け前、で喧嘩を始めてしまい、それぞれが別の里、水湖、下流、月光、の3つの里に依頼書を届けてしまう。ほどなく三つの里の頭領たちはそのことに気づき激高。三つの里は野球人形作成の任務完遂と自分たちの里の威信をかけ、壮絶な戦争をすることになった。野球人形に必要な三つの玉を集めて、野球人形を完成させるのは、どの里か、というシナリオになっていますね。些細なことから大きなことが起こるって結構あることかもしれんな。それではそれぞれの勢力について説明させていただきます。今作は、選んだ里により物語と仲間になる人物や開始時の領地の数などが変化してシナリオが異なる。それでは主人公の所属できる里について軽く説明させていただきます。まずは水湖。頭領は共闘祭。メインカラー青。青い体の玉を所持。最初から選択できる里。下忍の鉄忍と砲忍の性能が高い上に敵のレベルが低めに設定されているため、初心者でも簡単にクリアできる。三つの里の中で基本領地収入が8両と最も少ないので資金難に陥りやすくパーツも購入しづらいため、強力な選手を作成するには不向きである。次に火曜。頭領は忍月。メインカラー赤。赤い技の玉を所持。初期から収めている領土面積が一番多く、領地収入は12両と普通。下押しの爆忍と即忍の性能が今一つな上に初期の仲間が1人もいないので序盤は苦労する。領地に重税を課しているという設定のため、たまに領地の反乱を鎮圧することになるイベントが発生する。次に月光。頭領は野々村。メインカラー秋。黄色い心の玉を所持。初期から収めている領土は少ないが、領地収入は16両と一番多い。敵は三つの里の中で最も強く難易度は高いが、領地収入の多さにより強力な選手を作成しやすい。すぐ仲間にできる小山や下押しの影忍。月忍が強力。他の勢力と違い、城をうろついた際に仲間の HP を回復させることができない。以上が主人公が所属できる里になりますね。なるほど。それぞれの里によって特徴が異なってくるんやな。よかったら月光に入ることをおすすめするよ。いや。やめとくわ。それでは次に敵勢力について説明させていただきますね。その名も妖怪軍団。ボスは亀田玄要塞。メインカラー灰色。共通の敵対勢力であり、初期勢力としては選択不可能。初期状態では里の3分の1程度を制圧している。風田のあちこちに存在する妖怪を取りまとめる勢力。
妖怪をまとめる妖怪四天王は妖怪ではなく4人全員人間。幹部には同じ妖怪四天王の野球仮面、曽根村、アンヌ、がいる。以上でそれぞれの里の説明を終了させていただきます。妖怪なのに人間が四天王ってどうなんだ。それで初ギミゲームシステムについて説明させていただきます。プレイヤーは妖怪を除く3つの里から所属を決め、各村などをうろついて仲間を見つけ、各領地に攻め込み勝利することで陣地を広げる。戦闘はパワポケ4と同様のコマンド式。戦闘では敵が全員逃げるか倒されると勝利となり、攻めている場合は領地を獲得する。全員が逃げるか死亡する、もしくは主人公の HP が0になると敗北。攻められている場合は領地を失う。城を攻め落とすとその勢力の領地を全て入手する。野球人形献上直前の最終決戦に敗北してもペナルティはなく、勝てば能力パーツが手に入る。敗北しても大丈夫とは。前よりも少し優しくなってるんやな。仲間は主人公含めて12人まで加えられる。首もできるが、死亡死以外を解雇すると次の戦闘で敵として登場する。仲間キャラは通常の敵に比べ倒した際に入手できる金額が多いため、不要な仲間を即座に解雇して敵にし、軍資金にするという手段もある。細かく説明すると色々あるんだけど。今回はこのくらいにしようかな。まあ、戦闘システムはこの動画で説明してもなかなか伝わりづらいしな。それで初ギミキャラクターについて説明させていただきます。まずは主人公。本作以降は裏サクセス用の立ち絵が用意されるようになった。リノ東洋から野球人形の作成を命じられる。全権を委ねられており、忍者の雇用や解任も行える。最初に選んだ勢力に所属する忍者で、里ごとに服の色が各勢力のメインカラーに変わる。各ステータスはトップクラスに高いが、その分レベルアップも遅い。特異地形は全勢力共通でついていないが、使える術は里によって変化する。今作から主人公の衣装が変更になったんやな。次にボンタ。主人公の会計係として同行する忍者。戦闘能力は極めて低いため戦闘には参加しない。主人公と違い、服の色は薄紫で固定。次に教頭祭。水虎の頭領。女言葉で喋る。火曜と月光では攻め込むと、カラクリの極悪戦車に乗って登場する。3人の頭領の中では体力、攻撃力、防御力に優れており、爆弾、水トンの術、も使うため火力が高い。次に人月、飛竜の頭領。息子のかけるを大事にしており、死亡死は消耗品、というなど、人望はあまりない。水虎と月光では攻め込むと、秘密兵器である竜に乗って登場。頭領の中ではバランスの取れた能力で、MP を消費しない炎発攻撃、も使う。次に野々村。月光の頭領。水虎と火曜で攻め込むと部下の影忍と月忍を引き連れ登場する。風がの国の里の頭領の中では唯一単独で戦わず素早さが非常に高く攻撃がなかなか当たらず、回復の術、かまいたちの術、爆弾、も使うなど、厄介な相手。おじさましかほとんどいないんやな。次に仲間について説明させていただきます。まずはガイドウ。水湖の中忍頭。水虎では主人公の下につくことになり、初めから仲間になる。他の里で始めた場合は仲間にはできず、水湖城を攻め込むと教頭祭に身代わりとして殺される。次に愛。月光の当主、野々村の娘。月光以外で始めても水木の面会に応じれば仲間にすることができるが、その場合は主人公たちがいないうちに当主を倒そうと考えている。次にクラガイ。月光で初めからいる。昔は火曜のイロハ村に住んでおり、そこから逃げ出してきた。彼から娘についての話を聞くと、エンディングでその娘と再会するアルバムが登録される。月光以外だとイベントで水木に殺されるか、敵として登場する。次に水木。月光で初めからいる。月光のためというよりは、好意を持っている愛のために働いている。月光にいる時には特にイベントはないが、それ以外の勢力では仇討ちを狙う愛のために月光の財宝が目当てだった、という理由で暗がりを殺害して愛を主人公に売り、裏切り者の汚名をかぶりどこかへ消える。次に鋼。各地の村で出現する武芸者。数多くの戦場を経験しているフル強兵で、忍者と戦うために風雅の里にやってきた。仲間にするのを断っても敵としては登場せず、何度でも現れて仲間にするよう頼む。次に大神。100番村でギアマンの壺を買いに来て商人と揉めているところで主人公と会う。その際の対応で大神に壺を買わせるか主人公が買って壺を貸すことで、後に発生するイベントで仲間に加えることができる。次にいる。
養老村に住み着いているはぐれ忍者。四浦、のいると同一人物で本名はいるだが、本作では天本井優と名乗る。占領払うことで仲間になる。次に綾花。紫村を占領した際に村の代表として主人公と会う。正体は、黒羽根刀の吸血鬼。次にゆい。ランダムイベントで出会う食い物泥棒。村を荒らすイベントで戦い発見すると仲間に加えることができる。次にひなこ。ランダムイベントで主人公の元を訪れ、仲間にするよう頼んでくる忍者。得意なことは掃除、洗濯、料理で、忍術には自信がない。次にふぐり。めぐみの父の敵。変化の術を使う。未開倒すと捕まえることができ、敵であるわずの自分を許しためぐみの優しさに心打たれ改心し、仲間にできる。名前が。次にエリ。正義の忍者を目指して修行中の忍者。七川郷赤変太に、からギアマン魔人の復活を阻止しに来た。ギアマンを所持する主人公に接触するが、結局復活させてしまう。その後、ギアマン魔人を封印すれば後にイベントで仲間に加わる。次にアンヌ。アルベルトの妹。妖怪軍団の四天王の一人で序盤に資金調達のために各地の村を襲撃する。二回目以降の襲撃時に条件を満たしていると捕獲でき、アルベルトがいると洗脳が解けて仲間になる。彼女がいると、野球仮面が仲間にできる可能性がある。野球仮面に好意を持っている。次に野球仮面。亀田に助けてもらった恩で働いている、四天王の一人。妖怪軍団に参加する前の記憶がない。中盤から活動を開始するが、暗殺などは気に入っておらず、正々堂々と勝負を挑んでくる。他にも仲間キャラクターはいるのですが、長くなるので、このくらいにしておきますね。仲間キャラクターはとても多いんやな。次に妖怪軍団について説明させていただきます。まずは亀田玄要塞。妖怪軍団のボスであり、正体は全員知らない。今回は、4、と違い、経過日数に関わらず必ず最終決戦で登場。野球人形を完成させ大名の城へと運ぶ主人公たちを襲撃し、その場で正体を明かした後自身の目的が弾の回収であることを語り、Z ガンダーウォーレムで戦いを挑んでくる。ガンダー戦の勝敗に関わらず野球人形を奪うことには成功するも、回収した人形は主人公が用意した爆弾付きの偽物であったため弾の回収はならず、本物の人形は別動隊によって無事に大名の下へ届けられた。四浦、で登場した亀田と同一人物で、この後のシリーズの裏サクセスでもたびたび登場する常連キャラ。同じ亀田なのか。次に染村。妖怪軍団の一味であり、妖怪四天王の一人。暗殺を得意とする正統派忍者で、アンヌや野球仮面のことをよく思っておらず、亀田のこともあまり信用していない。中盤に任務を開始し、特定の仲間に説得させるイベントを起こさない限り仲間が殺されていく。能力は平均的だが MP が非常に高く、壊すの術、パーの術、を連発する。以上で終了しますね。その他にも、行商人や敏夫くんなどのキャラクターもいるので、ぜひやってみてください。パワポケの裏サクセスが好きな人はいつも通りに楽しめるんやな。まあ、最後の戦闘では結局ガンダーロボなんですけどね。それぞれの里での展開で色々と変わってきますので、皆さん楽しんでいただけたらと思います。それではパワポケゴーラサクセスの説明を終了させていただきます。ふう、なんとか休憩できたでー。長い話ありがとうなー。はい、それでは頑張ってください。お疲れ様でした。さて、休憩終わったしそろそろ行くか。本当にデートに着くんかなー。さて、とりあえずこの船のルールを伝えたわけだけど、理解できた。ああ、なんとなくなー。まあ、とにかく連邦をなんとかすればいいって話やろ。おい、本当にわかっているのか。まあええやん。とにかく協力すればええんやろ。まったく、大丈夫なのか。やしゃ。本当にあんな奴が師匠なのか。間違いないね。ただ、若い頃の師匠やから、うちのことは全くわからんやろけどな。はあ、まあお前がそう言うなら別にいいんだがな。とりあえず行くぞ。まだまだ連邦との距離は遠い。他の星の人間も仲間に入れておこう。戦力は多い方がええからな。ふっふっふ。連邦め。必ずや敵を取ってやる。お前たちは生かしておかないぞ。たとえこの身が滅んでしまおうとも。